ここからスタートか。入るんじゃなかった。結局ゼルダの打ち絵のやつ見つけることできなかったな。やったぜ。超道なき道を歩いて走ってんだが、これといってなんか見つからないな。ここまで来たぞ。思いっきり突入、城に突入したところのちょうど近くまで来た。ドイブラ遺跡行ってみる？徒歩で なかなかしんどいぞ、徒歩で行くのは。馬で行った方が早いんじゃないかって思うぐらい。超怪しいんですけど。だろうなと思った。なんかあそこにあるな。マッコレ島か。マッコレとマコレかな。これ泳ぎ切ったとしても登れないな、絶対。完全にミスだ。あそこに行くのであれば、湖に足場を作らないとダメだな。失礼。ここだったら足場作れそうだ。バクボン2思い出すな。地獄の溶岩あたり、あれはきつかった。アイスボムを火力最低にしてちびちび進まないといけないって。でボンバーマンをジャンプできないからボムキックで滑らせて
どんどん足場を作ってその上を渡らないといけない。あれは何気にきつかったな。びっくりした。ちょっとチュチュゼリー衝撃当たりと爆発するのか。琥珀を見つけた。焚き火あるけどこれ火つけられるんじゃね。火打ち石どれだ。いまいち使えない火打ち石。使ったことがない火打ち石。てか使い方を知らない火打ち石。素材もいっぱいになってきたな。ガチで火打ち石どこにあんだ。金属の武器、なるほど。これにおいて、こんな感じが。ようやくなんかこれの使い方が分かったな。まあヒットポイント回復することはないか。骨がある。なんでだ。それ以外特に何もなさそうだな。ここにも一応浜辺はあるんだな。よし、ヘッドショット。命は無駄にしないぜ。
別に実績が解除されるわけでもないしな、ヒノックス倒しても。アルーダ大地、あいつが、超砂漠やな。一応これマークつけとこう。マークつけといて、ここか。ハイラル平原のここも気になるな。別にゴロンシティから西に行かなくてもいい、良さそうなんだけど。寒くなってね。いるでしょ。ほらね。ごめんな。迷路じゃないあれ。ちょうどこの地方のやつだ。で。さんのちょうど頂上にいたのか。今これこの移動中絶対早送りされるだろうなと思って今一言も喋ってないけど。それでいいのかって思うけどね。不思議な遺跡があるところに、明らかになんか人工的に作られたようなやつがちょくちょくあるな。
この遺跡を突然し戻り、その後に試練を与えよう。暗黒に包まれたこの遺跡に隠された祠を見つけろ。こんなところに松明か。松明って消費すんのかな。だったら2個ぐらい持っとこうぜ。あ、火をつけられるみたいだな。で、敵とか出てきたらもうお堕物やね。火つけといて。この枝は燃えないのかなと思ったけど、燃えるわ。目印ちょくちょくつけていこう。こうやって整備中で出てるけど、あ、燃やせる。おお、超燃える。焼きリンゴいただき、中にリンゴが入ってたのか、入ってたのか。キースが飛んできた。こっち来てんの、もしかしてこいつら、あいつら戻ってるな。できれば敵と戦いたくないんだが。どうしようかな。目印になるし、もっと置いとくか。相手になるか。外に出てんな。獣がいる。あ、夜行石だ。
沼だ。めんどくさいのと会っちまったな。これは？違うのかよ。よし。なんか夜光石取っちゃあかんような景色だ。ボコビンだったのか相手は。こっち来てたのは。ファイアラット明かりの代わりになるかな。これも十分明かりの代わりになると思う。なんかさっき武器ポーチを並び替えましたってあるけど、ああ種類別に並び替えてくれるんだ。今更感半端ねえな。沼か。まあ探すだけでいいんだったら楽っちゃ楽かな。なんで祝福系のやつが来てくれたらすっげえ助かるんだけど。でも壊れる気配しないし大丈夫かな。え、なんでこんな松明広いの。え、何がどうしたいんだ。あ、やらかした。こうやって火をつけられるんだ。よし、こういう火のつけ方もありだと。近くにこれがあって助かった。どこだ。ちょくちょくファイアロッド落ちてるし。ただこれ一回しまうと、おお、一回しまうと火を消しちゃうからな、この松明っていう武器。あぶね。リファーの祈り、いつでも使えるよ。Thank you.
錆びた両手剣がある。どこだ。はい、やっていきまーす。まあ、暗闇の中でね、なんか、丸いボールを、宝珠を、まあ、はめ込む穴みたいなのを見つけまして、で、その先に、まあ、ヒノックスが寝ていたんですけど、暗闇の中、ヒノックスをなんとか倒して、よっしゃー、そのヒノックスの持っている宝珠を穴にはめ込んで、祠が出てきたー、よっしゃ、中に入ろう、ちょっと、とキャプチャー確認って確認してみたら、キャプチャーが止まりまして。ひどい。我ながらひどい。超長かったな。そう、ここなんす。暗いけど、ここでヒノックスと戦って、これだよ、この台座に穴をはめ、この台座にはめ込んだんだよ。ここか。どっから出たんだっけ。もう普通に出てもいいな。とりあえずここにワープだ。